船越明選手の慈悲船越明は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍少佐。佐賀県出身。陸軍少佐飛行第56戦隊飛行隊長、昭和20年5月11日の阪神大空襲の、際、京都市西京区西山の金倉寺上空において、三式戦闘機飛縁にいて、B29 編隊軍に突入被弾墜落し、戦死した。 去年26、金倉寺境内には、船越明選手の地と国のある、追悼碑を残す。昭和20年5月11日早朝、米、第21爆撃機軍団は、関西地区が聖典との法を得た。そのため、 作戦任務172号に従って、サイパンテニアングアム基地から合計102機の戦略爆撃機 B-29 と 5A 機 P-51 を発進させた。洋島上空を経た後、紀伊半島を目指し午前9時過ぎには大阪上空に達した。空襲を告げるサイレンが鳴り晴れた上空6000メートルは飛行機雲をなびかせ朝日に銀翼を輝かせた。 B-29 で埋め尽くされた。3月13日の大阪大空襲3月17日の神戸大空襲をはじめ、関西でも数十回の空襲を受けていた人々は、不安げにその行方を見守った。船越明陸軍少佐は、半身防衛を担う伊丹飛行場陸軍56、船体の飛行隊長であった。当時本隊は、B、B-29 の航路から判断し、 足摺岬先に置いて補足攻撃する戦法を取るため再起飛行場に展開していて、船越少佐は留守部隊の飛行隊長として3月17日に B29 に体当たりし墜落戦死した小形純一隊に代わって5月に着任したばかりであった。 敵機来襲との方を受け、B-29 の高高旅までも上昇できる、性能を有する4月に配備されたばかりの飛援に登場し、洋撃に向かった。当日 B-29 側は、敵機41機を確認し261回の攻撃を受けお胸撃追31機と記録しているが、そのうちの1機が、船越少佐の飛援であった。 彼は急上昇の後、京都府南部上空で果敢に B-29 の群れに突撃した。しかし、集荷的せず護衛機からの12ミリ銃弾を頭部に、づけ、パラシュートでの脱出も許可されていたが、それも間に合わず金倉寺上空で墜落壮烈な戦死を遂げた。その後92機の B-29 は、兵庫県向郡本城にあった。 川西航空機構南製作所への精密爆撃を観光した。9時53分から10分の間に高度5000メートルから460トンの爆弾を、東海市同製作所の70%を破壊した。南西にあった住宅なども影響を受け死者1093名、負傷者924人の被害が出たが、米機の損害は3機損傷のみであった。 京都省炎山の東南山腹の金倉寺の山と横に陸軍少佐船越明選氏の地との追悼碑があり、裏面には飛行第56戦隊飛行隊長26歳佐賀県出身昭和20年5月11日半信大空襲の蔡金倉寺上空において三式戦闘機飛縁にて B29 編隊軍に突入飛弾墜落したと国す。ありがとうございます。